葉とどんぐりをつけため粉合した木冬ならは、ヨーロッパ全域からアナトリア半島に自生するならの一種である。高さ20メートルから40メートルに達する落葉性の大木で、分布域の重なるヨーロッパならに似る。葉は、長さ7センチメートルから14センチメートル、幅4センチメートルから8センチメートルで、両側に5つから6つの列片があり、洋平は1センチメートル程度である。 花は春に咲くお嬢果樹である。果実は長さ2センチメートルから3センチメートル、幅1センチメートルから2センチメートルのどんぐりであり、成熟までに約6ヶ月を要する。葉に葉平があり、果実に加工がない点がヨーロッパならとの植物学上の大きな違いである。ヨーロッパならが低地の深い濃いた土壌を好むのに対し、冬ならは、 浅い山西の砂質の土壌で雨の多い300メートル以上の高地に生える。クワーカス・ロザケアと名付けられたヨーロッパならとの間の雑種は繁殖力を持ち、両親種が土壌を共有する場所で見られ、両親種の中間の性質を持つ。木材は木骨作り等の建設や造船、ワイン用の多くンの製造等に用いられる。冬ならはウェールズの国木に指定され、 ウェルシュオークという別名でも知られる。また、コーンウォールの木としても認識され、コーニッシュオークという別名もある。ありがとうございます。